急い女神追国鉱本キリンの図を紹介します黒漆を塗り重ねた追国の鉱本ですその中央には人生を行う王の下に現れるとされる中国古代の伝説の動物キリンが彫られています水路の字に前足をしっかりと踏ん張って立つキリンの姿は凛々しく筋骨流々ですがその周りを埋め尽くす 唐花によって優雅さも感じられます磯井女神は20歳代前半は大阪の山中商会という輸出工芸品の製造と日本の古美術品の修理加工を行う会社で働いていました。そこで学んだ古典の技法やエッセンスとともにヨーロッパで流行したアール・ヌーボーやアールデコ様式なども取り入れ モダンなセンスにあふれる作品を、八十歳になるまで制作し続けた工芸家です。一九五十六年、七十三歳の時に、重要無形文化財、金馬保持者、いわゆる人間国宝に認定されました。この作品の八角形に仕切られた立ち上がりには、アールデコ様式の草花門が掘り出されており。 磯井女神創作のキリンがどこの世界にも属しない独自の個性を放っています太田人氏乱体金馬茶箱先春を紹介します早朝の静かな光が差し込む中庭のおすずめと猫柳がその膨らみを輝かせています作者の太田人氏は竹を編んだ素地に 漆を塗り重ねその漆の面に彫刻刀で文様を彫りその彫り口に色漆を埋めて研ぎ出すという乱帯金馬の技法を現代に蘇らせた工芸家です中国南方や東南アジアに起源を持つこの技法は明治時代末にはすっかり廃れていましたが太田はこの乱帯金馬に新たな漆の可能性を切り開こうとしました。 探究心旺盛な太田は二重編み乱帯によって形崩れしない素地を作りその面に自らが編み出した縦横斜めに線彫りする布目彫り金馬を駆使することで工芸に絵画的な表現領域を広げたのでしたここではふっくらとした姿をまず布目彫り金馬で描きその後細い線彫りを加えることで空気を含んだような柔らかな質感を見事に表現しています。 2話の寄り添うスズメに作者の命に対する慈しみも感じられほのぼのとした気持ちにさせられます。